先週ご写真撮ります。はい、チーズ。はい、OK です。ありがとうございます。おはようございます。大佐心です。今日は見てください、これボクシングのサウンドバッグではありません。ソフィーナの一押しの土台美容液の、あ、違うな、土台美容液のコンペではない、ソフィーナのゴルフコンペに来ています。今日は60名のゴルフ女子とイベントを行いながらソフィーナのコンペの様子を伝えていきたいと思います。行ってきます。さあ、イベントホールに参ります。ソフィーナバルーンに当てるぞ。チャンスは16回、2、8、16。よし、入ってます。はい、チーズ。はい、OK です。はい、ありそうな、いい匂いが。パッションフルーツ、違うか、美味しいです。これで私の肌も綺麗になることでしょう。お疲れ様です。お、まっすぐ。でも、あ、全然足んない。お、左。ナイスオン。ありがとうございます。はい、チーズ。あれじゃないか、ミニマみたいなやつじゃない？そうそうそう、ティーショットどこ打っていいのか分かんなくて、おー、いい！おー、いい！えー、
バルーン当てが結構難しいと思ってたんですが、盛り上がってきました。結構可能性が、バルーンに向かっていく方たちが増えてきたので、後半に期待したいと思います。お疲れ様です。だいぶ上げてますよね。だいぶ引っ掛けた。あれ、だいぶ緊張する。うん、いい当たり。あー、なんかめっちゃ飛んじゃった。バルーン大会終わりました。お、こんな風になってんだ、グリーンがね。カツオのパスタです。美味しい、めっちゃ。なんか多分手打ちっぽい。 AW キッチン、こっちも美味しそう。はい、チーズバッチリです。お願いします。どうだろう、動かない。バルーン動いてくれ。お、いい。はい、チーズ。おー、うまい。うわ、うわ、あ、おー、すごい。ありがとうございます。あ、いいじゃん。大きいわ。あー、出した。あれ、全然短いし。こんな感じで。チーズ。はい、OK です。はい、チーズ。お、うまい。うまい。左。あ、右向きだよ。大丈夫です。寄せていきましょう。お、うまい、うまい。右だ。チーズ。どうですか、調子は。え、上がりません。いいですね。なんでこのコンペに応募されたんですか、今回。女子ラウンドがしたかった。コンペに応募する理由って、うん、景品なのか、ゴルフ友達を増やしたいのか、うん、それもある。男性がいるコンペにあんま行かない感じですか。私は行かないですね。基本女子のコンペに、うん、女子のコンペだから来たんですよ。じゃあ女子コンペは増えた方がいいですね。いいです、うん、いいです。じゃあ最後、最後お願いします。あー、どこにいよ。バンカー、ありがとうございます。
最後なんで頑張ってください。ナイスファイトです。どうぞどうぞおかけください、はい、よろしくお願いします。失礼いたします。血液なんか始めたら黒い実線が先ほどお伺いした同年代の平均です。グリーンの八掛けが今日のお肌状態ですので、うん、平均を下回ってるところは全然なくてすごくいい状態です、ね、いい状態ですか。はい、あのバランスいいです。メラニン量がこれ増えてくる、肌が黒くなるとグラフが小さくなるので、ゴルフされてる方だとここがちょっと心配かなと思っていたんですが、すごく高いので UV 対策すごくきちんとされてるのかなと思います、はい、そして星印がついてるのが一番いいところ、キメなんですけれども、これが肌表面の模様を写真で撮影したところで数値が出てます。キメというのは細胞同士のつながり具合によって変化してくるんですが、美しいキメ、こんな風に三角形の模様が出てきて触り心地も滑らか、今肌がいい状態であるということがわかります。これが乾燥してきたり紫外線ダメージを強く受けたりするとキメが乱れて、まあ、触るとちょっと滑らかさがなかったりということになりますね。でもギリギリですよね。もっと、もうちょっと頑張りたいですよね。じゃあもっと目標高くっていうことですよね。こういうのを加えることで今のいい状態がもっと大きく、土台から大きくなったりとか安定しやすくなるなっていう働きもあるので、まあ、加えていただくのもいいかもしれないですね。まあ下回ってなかったからよしとしましょう、うん、そうですね、はい、すごくいい状態だと思います。目標は高くねはい、ありがとうございました。これより神楽ゴルフセンター2018の表彰式を行いたいと思います。皆さんお疲れ様でした。今回ね、私の土台美容液をさっき試したんですけれども、皆さんゴルフもしながら美肌もね、きっとキープしたいと思うので、ヘアメイクさんたちもよく使ってるのでぜひ試してもらえたらと思います。皆さん今日はありがとうございました。初めて参加させていただいたんですけれども、本当にびっくりしました。